はい、どうも、今回はですね、なんと45名を今から書きます。45名のですね、美熟女さんのですね、ダンスチームから、ご依頼をいただきましてですね、全員の似顔絵を描いてくださいというご依頼をいただきましたので、今から描いていきたいと思います。かなりの長丁場になると思います。部分的に、収録をしていきます。まずさあ行ってみます。全部ね、鉛筆で下書きから取っていきます。大体イベントの現場で書いてるときは、お一人10分から、すごく時間がかかっても15分ぐらいで仕上げてるんですけども、さすがに家で書いてると結構じっくりと書き込んでしまうので、なんというんでしょうか、結構逆に時間がかかってしまうのはもう間違いないという感じですね。なのでですね、45人ということは10分で書いたとしても450分だし、おそらく10分では書かないと思うから、ね、1人20分ぐらいかかるんじゃないかなという気がしますのでね、相当な時間がかかってしまうはずですね。大体もう下書きはこんな感じで、アバウトではないかな、しっかり、大体バランスを見ながらやりますけども、な感じですね。平均年齢はちょっと伏せておきますが、美熟女さんチームということですね。このシワの本数を何本サービスするかという、問題になっていくかなという気もしますけども、大体お一人こんな感じで下書きをしましたですね。はい、下書きができたら今度はね、いつものようにパステルで素早く肌の色を置いていきます。赤いパステルで明暗とか、頬の赤みであるとかをつけまして、はい、それで、こう光ってるところをね、練り消し込むで作り上げていくと。はい、そして赤い色鉛筆で唇を塗りまして、あとちょっとした影の部分とかこのように、ハッチングでちょっとフィーリングをつけるということですね。はい、そんなわけでですね、結構書き込んできました。何人でしょうかね。まだそれでもこれは3分の1ぐらいかな、まだ15人ぐらいかなという感じですけど、いやいや大変です本当に。男性もいらっしゃいますね。こんな感じで書いてます。はい、ではここにですね、
筆ペンで、墨入れをしていきます。はい、結構しんどいです。なんと言いましても今日で、3日目です。はい。まあ仕事の合間を見てね、また時間の合間を見て書いていますので、まあそんなにね、朝から晩まで書いているわけではありませんので、隙間を見てやってるんですけども、それでも今日で3日目。うん、こんな感じで、ね、書き進めてまいりました。パステルと墨入れをしましてですね、ここまで来ましたですね。でですね、あと墨入れが残っているのがこちら、さっき数えてみたらあと17人、あと17人です。そしてそれが終わったらいよいよ、全体に、髪の毛とか服とか背景を色を塗って終わりなんですけども、いや、想像以上に時間がかかっております。いやー、長丁場になってますね。いやー、書いても終わらないんじゃないかというような、なんか感じですね。今何合目あたりに来たのかはちょっと自分でもよくわかりませんが、もう一息頑張ってみたいと思います。はい、ではちょっと墨入れをするとこを、お見せします。顔の中でぼんやりとくぼみがあるようなところはこのダーマトグラフィでこのようにぼんやりと入れます。あと眉毛もくきっとしていないような眉毛の方はこのダーマトグラフでやります。まあそんな感じでですね、進めていきます。ダーマトで、ぼんやりした、黒いところを塗った後は、筆ペンでしっかりとした線を描いていきます。メガネがね、結構大変だったりします。
はい、こんな感じでですね。はい、ようやく完成しましたですね。なかなかこってりと、ボリュームのある作業でしたね。結局ですね、まあ5日間かかりましたですね。はい、まあそんなわけで できたんですけども、美代子さん、清香さん、美智子さん、育子さん、貞子さん、この人も美智子さん、男性です、美濃吉さん、貞子さん、全部紹介するわけじゃないですよ、もうすぐやりますけど、あれなんて読むかな、ん、なんかよくわからないこういう方、吉弘さん、安子さん、真紀子さんかな、節子さん、あれこの人も節子さんですね、しなこさん、あらこの人も節子さん、たみこさん、さちこさんといったあたりですね。まあ、あとたくさんいらっしゃいますが、全部で45名書きました。はい、床に並べてね、しみじみとこの美しい美術場の方々を、眺めております。そして、書き終わったこの、完成祝いにですね、まあちょっと一人でビールを飲んでほっこりとしております。ということで、このボリュームを書きました。これを書いていてね、数年前に、競艇選手を50人書いたことがありましてですね、それを思い出しました。一度それもね、過去作品の写真だけのアップになりますが、動画じゃない、動画ではなくて写真でね、一度アップしてみようかなとも思っております。そんな感じで終わりました。あとはビールを飲んで寝るだけです。おやすみなさい。